素晴らしいなと思っていて、なんか誰かが笑っていくと自分まで笑いたくなってくるんですよね。でなんかそれをね、なんかこう結構僕自身結構、ね、笑いがでかいって言われるんですけど、なんかでもそれでね、誰かが救われるんだったらいっぱい笑いたいなと思ってて、笑顔はなんかね、誰かの心を救うんじゃないかなと思って作った曲です。いっぱい笑った方がいいのかなってやっぱり思いますね。最後の曲は、ということはということなんですけども、みんなでね、笑って聴いてほしいなと思います。では聴いてください。ということは。自分を大切にすること、自分の人生を生きること、僕は一番当たり前のことをちゃんとできているのだろうか。人を思いやる気持ちも人に優しくなる気持ちもまず自分が笑っていないとなかなかできないことだよね。でもさ、そんなところにこの笑顔はいっぱい溢れてて、小さな幸せを見つけてみんなで分け合って大声で笑っている、ということは笑顔は世界を救う力になる。僕の周りや君の周りを変えるきっかけを作り出すんだ。不細工になるくらいにくしゃくしゃに笑えばきっとみんなが腹抱えて転がり笑い出す。1000万の人が地球の上に暮らしている。いろんな人種や価値観の人がこの世の中で生きている。当たり前のことが当たり前じゃなかったり、すごく辛いことを生きるために必死で頑張る人がいる。でもさ、そんなところにほど笑顔はいっぱい溢れてて、小さな幸せを見つけてみんなで分け合って大声で笑っている。ということは笑顔は